はい、どうも、ユッキーでーす。今回は、メスのね、あ、じゃあ、コクワガタのね、メスの産卵ケージ。1ヶ月ね、メスを1ヶ月、産卵ケージの中に入れて、で、その後に、メスを、取り出して、また1ヶ月、ね、やりましたんで、もう多分、幼虫がね、いると思いますんで、割り材のを割り出ししたいと思います。パカッと。さてさて。結構あれだな。乾燥してる。あんまり水やってなかったからな。大丈夫かな、これ。あれ？なんかそこに、そこを見たらなんか幼虫らしきものがいると。やべえ。ちょっと待て。思った以上にやばい、これは。意外と幼虫がいるパターン。マイナスドライバー。で、ちょっと、多分土の方にもいるっぽいな。この中に材を入れたんだけど。材のところにも、いるとはさすがに。あー、かなり。あー、そっか、水やってなかったもんな。まあ、この中にね、ダイソーの昆虫産卵木があるんで。え？びっくりした。なんか下に幼虫らしきものが映ってたんだけど、これやばいかもな。いた！いたー！ここに。ここにパキッと割ったらいた。一匹ね、この中にね、ほら、穴開いてるでしょ。いました、いました、いました。いました、これ、やべえ。思った以上にいる。思った以上にいると思います。とりあえず、やべ、またいないパターンかなと思ってたけど、今回はさすがにいるぞ。これクワガタの幼虫でしょ、多分。おお、いた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 。おお。大丈夫？はい、一匹。一匹ね。この中に。はい。一匹いました。やりました。うひゃー。マジで。クワガタ、コクワガタですよ、コクワガタの。じゃあまたね、ちょっともう一回。まだまだありますね。パキッ。触根がある。クワちゃんの割り出し。結構今回うまくいってるっぽいぞ。思った以上。根がある。結構触根があります。ダイソーの産卵木だったけど、割とあれだな。あ、いたー！いたー！もう一匹！こちら。あ、手に触れるのはやばい。2匹目ゲット。2匹目は結構でかい。ここに2匹。2匹いますよ。ここに1匹。お、やりましたね。ダイソーの産卵木。意外とやるやん。意外とやるやん。結構産んでるかもな。ちょっと材を。土の中にもまたいる可能性がまたあるんでね。
口の中にいる可能性としては、ああいたー、すでにいた。ああちっちゃい、これはちっちゃい、つぶ、掴んだら潰れそうだ。危ねえ。3匹目ゲットだぜ。よいしょ。まあいわゆる100円のあのあれっすね。お、確かジャンボ口器ではなかったはず。200円のやつではなかった気がするけど、100円のやつだった気はするんだけど、どうだったっけ。100円のね、やっぱ1ヶ月で取り出した方が良かった。あ、いたー、いたいたー、うほー、いたー、ゲットだぜ。これ掴むと潰れそうだ。やっぱあれだね、メスを取り出す、1ヶ月経ったらメスを取り出すっていうのが、あー、いたー、あれだね、鉄板っぽいね。おお、ほほほ、これはでかい、これは意外にでかい、ほらこれ、これ大きいですね。ほほー、やっぱね、あのメスをね取り出さないとね食われるんだわ。おー、いたー、これ何匹目だ、これで、これも結構でかい、取り出さないとね、あの食われるんですよね、あの掘り返して食うんでね、メスがね、メスが食い寄るんですよ。だからあれだな、1ヶ月で取り出してまた1ヶ月寝かせるのが正解だな。大成功。あー、いたー、これもち、これはちっちゃい、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃい。でもまあ1ヶ月立たせることによってちょっと成長させるっていうね、スーパーテクニック。スーパーテクニック。以前は、1ヶ月、2ヶ月そのまま、メス入れたまんまで寝かしちゃったから、全部食われちゃったんですよ。メスにね、食われたパターンなんですよ。おそらく。メスに食われちゃって、まあ、全滅だったっす。あー、いたー、ゲット。だ、結構メスが大敵なんですよ、逆に。1ヶ月で取り出さないと、メスは自分の子を食べちゃう。電気つけよう。あ、いた。お、いたいた。あ、いた。ちっちゃい。ちっちゃい。もう掴んだら死にそうなぐらいちっちゃいやつが。これぞダイソーの真骨頂。これで大体、とりあえず、大体めく、材の方は、
大体 OK かな。まあ、とりあえずね、こいつらはね、プリンカップかなんかで、育てますが、くぬぎ伝説と、あと昆虫マットの両方でね、育ってみたいと思います。どっちがね、育つか。うん。まあ、くぬぎ伝説の方が、いわゆる、なんていうかな。あんまり発酵してない方なんで、そっちの方が育つのかなとは思ってるんですけど。うん。これで全部かな、大体。何匹だ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 匹、全部で10匹ですね。10匹取れました。はい。10匹。で、この後に、ちょっと中も、このね、材じゃねえや。土?この昆虫マットの中にもいる可能性が実に高いので、これも掘り返してみたいと思います。あ、いた!いたー!一匹ゲット!一匹いました。土の中にいた。土の中に一匹いました。ああ、もう一匹いた。意外と土の中で育ってる。あ、いた。三匹。ちっちゃい。三匹。うん、三匹目。意外といるな。あ。あ、いたー!いたー !4 匹。結構いるな。あ、もつね。あ、いたー!よいしょっと。とりあえず昆虫マット。こちらは昆虫マットです。産卵ケージに使ったやつはこれ昆虫マットなんで、この中に、何匹入れようかな。プリンカップとかだとめんどくさいんで、まあ、全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 匹。全部で15匹いましたんで、はい。全部でね、全部で15匹。なんで、せやな。昆虫マットの方には8匹。か、7匹でいいか、7匹入れよう。うん。昆虫マットの方に7匹。で、あと、こちら。先ほど割り材、割り出しの時に使ったこれももったいないんで、まあ、この中にもしかしたらまだ、幼虫いる可能性があるんで、これプラス、この中にくぬぎ伝説を入れる形で、やりたいと思います。うん。その方がやっぱり、いいと思いますね。うん。よいしょ。で、まあ。まあ、ちっちゃいやつ。普通にあれだな。1,2,3,4,5,6。お ?1,2,3,4,5,6。これ7匹。この中に。投入。7匹。7匹投入でーす。こっちか。ほい。7匹投入しまして。これでいいですね。で、あとはくぬぎ伝説。くぬぎ伝説を用意しましょう。確かくぬぎ伝説あったはずや。じゃん。使ってなかったくぬぎ伝説ね。こちら。くぬぎ伝説、これを、この中にぶち込んで、
もうちょっとでかいやつ。はい、こちら、クヌギ伝説。クヌギ伝説プラス、産卵木。ダイソーの産卵木ね。で、この中に、8匹入れまーす。これどき。よし。これで、あと水、水分、まあ、適当にシュッシュして、まあ、これで、どんだけ育つかっていうのをね、まあ、比較していきたいと思います。ああ、よかった。全部で15匹も取れた。すげえな。また今回も取れないんじゃないかと思ってました。いやー、よかった。取れてよかったわー。ということで、一旦ここでまた終わりたいと思います。それでは、割り材でした。コクワガタの割り材でした。ご視聴ありがとうございました。